ルイ一世イドブルボンコンデは、初代コンデ公。ユグノー戦争時のユグノー派首領で、将軍だった。バンドウムコシャルルと、フランソワーズ・ダ・ランソンの抜子として生まれた。兄は、バンドウムコアントワーヌで、後のフランス王アンリ4世は老いである。フランス軍の将軍として、ルイは1552年のメス包囲で戦った。この戦いで、ギーズ公フランソワは、 神聖ローマ皇帝兼スペイン王ーカール五世からメスを守り切った。1557年にサイドサンイコール簡単ンンの戦いでも皇帝軍に勝利した。彼はプロテスタントに回収後、1560年にアンボワーズの陰謀に巻き込まれた。これはフランスは二世をカトリック派主領のギーズ公から引き離そうとするユグノートブルボン家の者たちが仕組んだものだったが、 失敗に終わり、多くのユグノーが虐殺された。ルイ一世は、ユグノー戦争で、ユグノーの一員として戦い、1562年にドリューで捕らえられた。オルレアンでは、ギーズ公フランソワが暗殺された。1563年、王太郷カトリーヌ・ド・メディシスからユグノーに、一定の信仰の自由を与える条件を引き出し、カトリック派とアンボワーズの和議を交渉した。 1567年に戦争が再発した後、彼は1569年のジャルナックの戦いで戦死した。1551年、ルシー・ハクシャクレエレオノール・ド・ロアイエと結婚。3人が成人した。1565年、ロングビル公爵ャクレフランソワーズ・ド・ロンロトと再婚。成長したのは一子である。ありがとうございます。